ノアが投影した北極の変化。メディアを再生する。この動画では2011年の夏の間に北極海が溶ける様子が示される。メディアを再生する。このビジュアルは2000年から2014年までの6から8月の北極の海氷の変化とそれに対応する吸収された日射の変化を示している。北極の海氷とは北極海とその周辺を覆う海氷のこと。 北極の海氷は春夏に誘拐して9月半ばに最も小さくなり、秋冬に増大するという定期的な季節サイクルを経ている。北極の夏の氷が覆っているのは、冬の氷が覆う面積の50%である。一部の氷は翌年まで持ち越す。現状、北極海盆の海氷の28%が、複数年の氷となっており、これは季節性の氷よりも厚く、 広い海域で3から4メートルの厚さで、尾根の部分は最大20メートルの厚さがある。この定期的な季節サイクルは、この数十年にかけての北極圏の海氷現象の基調となっている。海氷は暖かい海をその上のはるかに冷たい空気から隔離し、海からの熱損失を減らすため、極地の海の熱バランスに重要な影響を及ぼす。 海氷は日射を非常に反射し、氷が露出した状態で入射する日射の60%を雪に覆われると80%を反射する。このフィードバックはアルベド効果として知られている。この値は海の反射率よりもはるかに大きいので、氷は海面での太陽光の吸収にも影響を与える。海氷サイクルは高密度の底水の重要な供給源である。 海水が凍るときに塩分はほとんどを取り残される。余剰の塩分によって高密度になった残りの海面の海水は沈み込み、北、大西洋深層水などの高密度の水海を生成する。この高密度の水の生成は熱炎循環を維持するために不可欠であり、これらのプロセスの正確な表現は気候モデル化において重要である。 北極圏では海域全体で主としてはスハ氷が形成される。重要な海域はグリーンランド海のいわゆるオッテン氷舌である。オッテンは北緯72度から74度の近辺で東グリーンランド海流から一部の海水が迂回したヤンマイエン海流に非常に冷たい極地の表面水が存在するためその井戸で陶器に東グリーンランドの主たる氷の縁から東に成長する。 ほとんどの古い氷は風によって南に流されるため、新しくアキラ氷やハスハ氷が形成される、冷たい、開けた海面が露出され続ける。アラート気象ステーションの位置。2008年9月15日の氷の拡大。MS ハンゼアティック環状からの写真。2014年8月27日。極氷限界メディアを再生する。このアニメーションでは、 2014年3月21日から2014年8月3日まで北極海の開票が時間とともに進むにつれて地球はゆっくりと回転する。北極の氷の範囲北極の氷の範囲1946年3月北極の氷の範囲1946年10月デビッド・ラムジーマップコレクション英国のハードレー希少 予測研究センター北極海の氷の記録は20世紀への変わり目まで遡ることができるが1950年以前のデータ品質には議論の余地がある。海氷単の信頼できる測定は衛星時代に始まった。1970年代後半から c サット及びニンバス7号の操作型多チャンネルマイクロ波放射系が太陽光や 気象条件に依存しない情報を提供していた。受動型マイクロ波測定の頻度と精度は、1987年に DMSPF8 の特殊センサーマイクロ波、撮像装置が打ち上げられたことによって向上した。海票の面積と範囲の両方が推定され、後者は少なくとも15%の海票が存在する海域と定義されているため、より大きくなる。 1947年から1999年までの52年間のモデル化研究では北極の氷の量に10年あたりマイナス3%という統計的に優位な傾向が見られたがこれを風力による影響と温度による影響とに分解するとほとんどすべての変化が温度によって引き起こされていることがわかるな測定量に適応させた コンピューターを用いた開票の量の時間ごとの計算によって単なる面積の評価よりも開票量の監視の方が開票損失の評価の上ではるかに重要であることが明らかになった。1979年から2002年までの傾向はこの23年間で10年ごとにマイナス2.5%プラスマイナス0.9%の 統計的に優位な北極海の海氷の減少だった。2002年に気象モデルでこの傾向のシミュレーションが行われた。9月の最小氷域については1979年から2011年の32年間のデータで10年ごとに12.0%の減少を示した。2007年には最小氷域が100万平方キロメートル以上減少したが、これは 正確な衛星データが利用可能になって以来の最大の減少であり414万平方キロメートルとなっている。新しい研究によると2007年の評価を行うために気候変動に関する政府間パネルが使用した18のコンピューターモデルの予測のどれよりも早く解けている。2012年には約350万平方キロメートルで最小記録を塗り替えた。 全体的な量のバランスでは、海氷の体積は氷の厚さとその面積に依存する。衛星時代の到来によって、面積の変化はより正確に測定できるようになったが、氷の厚さの正確な測定は依然として課題である。とはいえ、この夏の海氷被覆の極端な喪失と凍結の開始が遅くなることは、秋から冬にかけて、 通常の氷の広がりが少なくなる前兆であり、成長する氷がかなり薄い可能性がある。海氷の中の薄い一年目の氷の割合が増えるにつれて嵐がその安定性に与える影響が大きくなり、大きな温帯低気圧に起因する乱流が海氷の大規模な破壊を引き起こす。ありがとうございます。